ノーメックスのフードを着用しているカナダトロント市の消防士ノーメックスは1960年代の初頭にデュポン社が開発し1967年に販売を開始した難年製のメタ系アラミド繊維である。ノーメックス及びその関連素材のアラミドポリマーはナイロンの一種であるが構造中に方向属種差を有しているため構成及び耐久性が高い。 ノーメックスはメタ。ケブラーとは異なり、ノーメックスのより糸は、フィラメント10号中に整列できないため、強度が劣る。しかし、ポリマー素材に対して優れた、耐熱性、耐薬品性及び耐放射線性を有する。ノーメックス氏は、回路基板や、変圧器自己頃などの電気絶縁積層板や、フェノール樹脂製の耐熱ハニカム構造などに用いられる。また、 ハニカム構造に成形されたものはマイラーノーメックスラミネートとともに航空機の製造に広く用いられている。消防、軍事航空、自動車レースにおいては高温に耐えられるノーメックス製の衣服や装備が用いられている。ノーメックス製のフードは自動車レースや消防士の装備品として広く用いられている。そのフードは消防士のフェイスマスクの髪型を覆うように 装着される。これを装着することにより、ヘルメットやフェイスマスクで炎の熱から防護されていない頭部を防護することができる。山火事を消火する消防士は消火活動の際の防護装備として、ノーメックスのシャツとズボンを着用する。レーシングカーのドライバーは火災から身を守るため、ノーメックスなどの難燃性素材でできたレーシングスーツのほか、ノーメックスのグローブ、 下着、目出し帽、靴下、ヘルメットライナー、靴を着用する。軍用機のパイロットや搭乗員は、コックピット内の火災などの事故から防護するため、ノーメックス92%以上の飛行服を着用する。近年では、地上車両に搭乗する兵士たちもノーメックスを着用するようになってきている。ノーメックスの布地のつなぎ目には、ケブラースレッドが多く用いられる。 戦車の搭乗員もノーメックスのフードを防火装具として用いている。アメリカの宇宙計画においては火災及び極限環境から防護するため船外活動ユニットの保護服及び改良型ヨアップ服にノーメックスが用いられている。またスペースシャトルのオービターのペイロードベイドは胴体及び上部主翼表面のサーマルブランケットとしても用いられている。ノーメックスはまた マーズパスファインダー及びマーズエクスプロレーションローバー、ガディレオ宇宙探査機、カッシーニ宇宙探査機のエアバッグ、並びに自立型船外、ロボットカメラの外反に用いられている。将来のオリオの宇宙船にも使用が計画されている。ノーメックスはニューヨーク州トロイのレンセラー工科大学のインパックのメインコンサートホールの吸音材として使用されている。ノーメックス製の天外は 高中音域の音を反射し、適切な残響音を残し、低音域を適度に通過させる。レンセラー工科大学長のシャーリー・アン・ジャクソンによれば、インパックは世界で初めて音響上の理由からノーメックスを建築材料として使用したコンサートホールである。ノーメックスはスピーカードライバーの製造にも用いられる。ハニカム構造のノーメックス氏は、 液体アルゴン熱量系の鉛相管のスペーサーとして、またカスタムボートの船体及び甲板のラミネートコアとして用いられる。ノーメックスは産業用途においてもバグハウスなどの排気ろ過システムのフィルターとして使われている。このシステムはアスファルト工場、セメント工場、製鋼施設及び非鉄金属生産施設の高温排気ガスなどのろ過に用いられている。 複合材料製の表板を製造するためにノーメックスを用いているクラシックギターもある。杉材と頭皮材の間にノーメックスをラミネート加工することにより合成と低密度性を向上させ明瞭かつ大きな音を生み出す。このラミネート技術はマティアス・ダマンによって確立されたが、それにノーメックスを初めて使用したのはゲルノット・ワグナーであった。 1964年に、レーシングカードライバーのファイアーボールロバーツが、シャーロットモータースピードウェイで、エディ・サックスとデーブ・マクドナルドが、インディアナポリスモータースピードウェイで、激しいクラッシュにより死亡したことが、ノーメックスのような難燃性記事の使用を促進させた。1966年の初め、コンペティションプレスオートウィーク氏は、次のように報じている。 昨シーズン、ウォルト・ハンスゲン、マステン、グレゴリー、マービン・パンチ及びグループ44のボブ・トゥリウスがドライビングスーツの試作品を着用し、レース界における見本を示した。その目的は、ノーメックスの快適性と選択性について、実地試験を行うことであった。クライスラー・プリウスチームも、リバーサイド、インターナショナルレースウェイで行われた、モータートレンド500において、 そのドライビングスーツを着用したハットステファニー、クエレック、ヒロシメラ、ただひこたかだ。はい、パフォーマンスファイバーツイムルマン、SN エエサイクロペディアオブインダストリアルケミストリー2002、ワイリー VCA1、バインハイム、ドイ、10.1002、6, 1 4 3 5 6六千7 a 十三0 0 1インテンスバトルズコール4、インテンスフラッシュファイアプロテクションハット、イマーシブアート、 サラウン・デッド・バイサイエンス、アート・フラリシャス・バイ、マイケル・エディ、ステージ・ディレクションズ、フェブラリー一、二千九エバス、エル、ザ、アトラスリキッド、アルゴン・エレクトロマグネティック、カロリメーター、コンストラクション、カミーシャニング＆セレクテッド、テストビーム、リザルツ、IEE、e、プランザク、ションスオン、インストローメンテーション、アンドメジャーメント五十四、千五百五千五百十二、ドイ、十点一一零九。 tim 2005.851233ボートビルディングプロセスアドバンセズハウコアマテリアルズメイクベターボーツバイエリック W スパンバーグネーバルアーキテクトハット http www.dupon.com プロダクツサービスファブリックスファイバーズノンオオバンスプロテクティブファブリックスユージズ アプリケーションズホットガスフィルトレーション HTML ハットコンペティションプレスジューン27ジュライジュー1964ページ2ありがとうございます